東京の東側、江戸の情緒を残す下町ときらびやかなベイエリアを結んでいるのが隅田川。この東京の魅力がぎゅっと詰まったエリアを水の上から余すことなく楽しめるのが水上バスの東京水辺ラインです。さまざまに表情を変える東京の風景を堪能する多彩なコースが用意されています。水上バスの数ある見どころの一つが橋梁です。隅田川には現在およそ30の橋がかかっています。実はこれらの橋はすべてデザインや形が異なっています。明暦の大火、関東大震災、戦後の復興事業を通して多くの橋が架けられるようになり、さながら橋の博物館のようになりました。こうした美しく貴重な橋をまとめて見ることができるのは隅田川ならではです。東京湾に出ればレインボーブリッジや話題のお台場を経由して葛西臨海公園へと、常に新しく生まれ変わる東京の今を体感できます。日が落ちると水面に映る街はその表情を変え、違った魅力を見せてくれます。夜の水上バスは美しくライトアップされた水辺の街を眺めるには最高の手段。重要文化財に指定された清洲橋、永代橋、勝どき橋がくっきりと浮かび上がります。そして水上から眺める圧巻のレインボーブリッジ。ここでしか見ることのできない夜景に胸が高鳴ります。夏の花火大会や春のお花見など四季折々にさまざまな楽しみを与えてくれる水上バスでの優雅なクルーズ。実はこの水上バス、もともと災害時に帰宅困難者を運ぶために東京都が建造したものなのです。水辺を渡る風に頬を撫でられながら眺める移りゆく東京の姿。定期コース以外にもさまざまな企画運行も行われている東京水辺ラインは、この街の魅力を最も味わえるコースの一つです。